英福町駅は東京都杉並区英福2丁目にある京王電鉄井の頭線の駅である井の頭北管区所属。駅番号は院0級、島式ホーム2面4線を有する地上駅であり、京上駅舎を持つ。2010年3月21日より、それまでの地下駅舎に代わって京上駅舎の共用を開始し、従来の北側の他に南側にも、 出入り口が開設された。2011年3月23日には、駅ビル、K.O. リトナード A 副長が開業した。地上駅時代は、駅舎とホームを連絡する通路が、渋谷型に設置されていたが、階段のみの設置で、バリアフリーに対応していなかった。しかし、現行の京上駅舎では、コンコースとホームを連絡するエスカレーターとエレベーターが、吉祥寺型に階段が、 渋谷方にそれぞれ設置されているほか、出入口とコンコースの間にも、エスカレーターとエレベーターが設置されているので、バリアフリー対応の駅となった。駅の吉祥寺寄りには、かつての英福町建築の跡地である、京王バス東の英福町営業所があり、バスの出入りが行われている。ここには、今も引き込み線が併設されており、工事用機器が留置されるほか、 井の頭線の車両の搬入や、廃車車両の搬出の際にも活用されている。改札前コンコースには、杉並区永福に在住していた彫刻家、佐藤忠義の彫刻作品、冬の像が展示されている。北海道の染色工芸、有華量式のマントを着た女性の立像で、モデルは弟子の彫刻家、笹と千鶴子、杉並区が購入し、 京王電鉄の協力を得て展示している。彫刻の後ろにはパネルが2枚設置され、1枚は英福長ゆかりの彫刻家、佐藤忠義について、もう1枚には京王資料館所蔵の昭和35年頃の駅写真と周辺に住んだ芸術家、文化人についての解説があり、洋画家の中川和正の随筆。 英福町雑記に記された、帝都電鉄会行事の様子が引用され、周辺に画家、彫刻家のアトリエが多かったことが書かれている。国木田どっぽの次男で、榎本武明の孫にあたる、彫刻家の佐渡哲次、俳優では、千田惚也や、森光子、池部良とその父で画家の池部仁氏、文学者では、佐藤作、中井秀夫の名が挙げられており、 かつての英福町駅周辺が芸術家と文化人の町であったことが紹介されている。2020年度の1日平均乗降人員は23,894人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員は下表の通り。駅周辺は住宅地である。線路と直行する英福通りには多くの商店がある。駅北側には K.O. ストアと杉並区役所、英福泉区民事務所や、行列のできるラーメン店として、有名な英福町大小券がある。駅南側には、杉並英福郵便局がある。また、英福通りを南下すれば、徒歩17分程度で、下高井戸駅へと到達する。線路の北側、ほぼ平行に井の頭通りがあり、西長福駅方面に400メートルほど行くと、 高玉水道道路がある。西隣の西長福駅とは700メートルしか離れていない。駅近くの永福町バス停から以下の路線バスが発着している。ありがとうございます。